おおあっえっえっベトリアじゃないお一。さあ、今回から異世界ということでどうなってるかなえ誰 んあ、今のがあれかなナオフミたちなのかなこれは誰だ <laughs> いやー、またあれだ。全然違う世界に来たから一気に新しいキャラクターいっぱい出てきそうだね。うん、リーシャ。あれ何これどこロ屋ヤじゃない他のあれは二人はどこにいんのラフタリアたち。え じゃ、さっきのあれは何ようん。えちょっとフィーロとか。ん縦の形が変わったなんだろううん。ええやり直しなのもしかしてこの世界だと。 リーシアもだ。ええー。ええー、けど、俺じゃん。グラスとかはさ。<laughs> いや、かわいい。我慢してるんだ。<laughs> そういうことえー、そんなことまでできんのんおー。あ、ええベメタリアじゃないねえ。 もしかして。あマジで。<laughs> また見れんのめっちゃ嬉しいんだけど。やば。<laughs> えー、そんなことあるマジ。<laughs> やべえ<ー>。<laughs> 嬉しい。もうさ、ちびたりやってほら、結構、多分この作品でも人気だったけど、 あっという間に終わっちゃったじゃん。で、僕もすごい気に入ってたんだよね。いやー、また見れるなんて、感動。<laughs> あ、あとフィールはどこ行っちゃったんだろうね。またいるのかな今の藁のかに。あとみんな、レベル1って、本当に今日の幸せなのかな まあけど、異世界飛んだらあれだよね、レベルが下がるなんてなってたら、それこそグラスとか、あれだよね、ラルクたちも、こっちで苦労してただろうし、いや、レベルが下がるからこそあれなのかな、最初のあの、レベル上げする島とかに、あの、訪れたりしてたのかな、わからない。あとあの、冒頭にいた女の子誰釣りの。まさか、釣りの剣属機とかないよね。 さすがに。あとあの、空を飛んでったのは何なんだろうな。あれ今の子かな違うか。いや、わかんないなまあ、けどこのオープニングで謎のキャラだった人たちが、まあ、いよいよ、こっちの世界でみんな出てくるんじゃないかいまあ、とりあえず、あ、こっちであれだね。もうグラスたちと合流してほしいね。無限迷宮。<laughs> かわいい。<laughs> やっぱ最高だよ、あなた。<laughs> いやー、ちょっと剣が重いのかな、うん、いやー、大変だね。かわいいんだけど、ちょっと戦闘能力が。懐かしい。やってたよね。もうあのマントをしたらあいつらはいないわけか。だよね。 うん。<laughs> お、もうたまらんわてかフィーいないね本当にうんどうやってわけではなかったうん やっぱ牢屋だよねんうんうんえー、どうなってんのーめっちゃワクワクするんだけどア <laughs> リーシェ <laughs> さあどうなってるん なんだあ、えなんか、建物じゃない。ゲートみたいな。え、さっきの場所なんだったのうん。うん。はあ。んこれどういうこと うん。この島、やっぱあれかなさっきのあの釣りの子がいた島なのかないやーけど大変だね、レベル1って。気をつけないと。じゃああれかここは、あの、ラルクたちの世界じゃないのかまた違う場所なのそれで無限迷宮みたいな。 うん。いやー、心配だよね。んえああ、これ敵なのえダ <laughs> ンボールどういうことおーよくあるだね、躊躇なく。 え、レベル1だからやられちゃうとかそういう心配しなかったのね。いや、なんか懐かしいな、この戦い方。<laughs> レベル上がんのか、それで。うん。本当に段ボールなの初心者用の。うん。ねえ、そういう感じっぽいね。ああ、レベル上がったうん、そういうことだ。 あーレベル上げした方がいいかもね。うん。頑張っていや、可愛いな、敵。<laughs> いや、もう、あ重すぎるうん。あ,ーあーリーシャ代わ,代わりにやんないと。いや、結構エグ、えぐい真っ二つああ、で、また盾も成長させてってね。 いや、ほんと懐かしいね。<laughs> もう可愛すぎじゃない <laughs> もうちょっとこのままでいてほしいとか思い始めてしまった。うん。あー、食事。あなんかやばいんじゃない大丈夫おー、なんか出てきたよ。もう今までの中じゃ一番強そうなんじゃない カッパーどうなってんのこの世界。ああ、強い強いぞ。やばいやばいやばい。おお大丈夫かいや、完全に格上じゃん。いやー、もうこっちに来た時にレベルがいつものあれだったら絶対ザコだろうに。ま、あ逃げないよねー。ラフタリアは。うわっ勝てえ やば。リーシアが何とかすんのかなうん。いや、いけいけいけ。頑張れ。とりあえず頭は、あれだ、無理だわ。あ、大丈夫これラフタリア。やばいかも。うんああ、さっきの子え糸おー、すごい。 なかなかえげつない殺し方するね。うん。やっぱさっきの子だ。あーで、オープニングの子だわ。緑色の服着て。うーん、やばかったね。絆。はぁ、あ。えっやっぱりこれがあれなの狩猟具って。 それが <laughs> スリザオじゃん。うん。いや、だから、これ、今そうなるよね。うん。そう、名前がさ、あっち。<laughs> うん。 どういうことうん。ええー、ってか、あれなのもともと日本から来てるのうん。いやー、悪いやつじゃなさそうだけどね。 うん。この子は一人でこんなところで何してんだろうね。うん。いるのうん。閉じ込められた。うん。いやー、だからあれなんじゃないこの子の世界もやっぱ、 もうめちゃくちゃ大変なことになってんじゃないうん。波も知らない。うんうん。あ、やっぱ知り合いなのかなラルクとグラス。うん。え、兄さんはあ。 うん、グラス。いやいや、けどグラス意外とね、可愛い,いじゃん。<laughs> え、18? もっと下かと思ったよ、俺。うん。<laughs> ロリバーバーって言おうとした今。ね、<laughs> うん、ねえ。 まあ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 、そうだよ。わかんないよね。いや、これ、どうなるのうん。ここ、やっぱあれなんだね。また全然違う世界なんだね。閉じ込められたって。うん。いやー、けどさすがにそんなことしないんじゃない波も知らないし。 うん。あ形が。え何どういうこと切ったわけじゃないよね。んうん。はあ、そうなの。うん。 ああ、そこを証明したくて、信じて欲しくてやったんだ。いや、すごい色の魚だな。まあ、さばいちゃえば一緒か。ああ、直美いや、そういうことじゃないんじゃない <laughs> だろうね。いや、美味しそうに作るな、なんでも。ねえ。 うん。まあ、リーシアも減っちゃったのね。あー、で、やっぱ箸使うの。おー、箸ね。それ。そうなるわな。<laughs> かわいい <laughs>。いや、これまたここを協力して出る流れになるのかな ああ、そうなのいや、成長期になっちゃったのかなまた。うーん。は <laughs> 真っ赤だよ。<laughs> うーん。これまたあれなのかなこっちででっかくなってっちゃうのかなうーん、これからは。 うん。だから一緒に出る流れになるんじゃない無理。うん。ええー、いやいや、それは困るんですけど。うん。あ、そうなんだ。 うん。ダメ。何もヒントとかないのか。突破口とか。案内。案内。どこに。やっぱ名詞はついてるってことかな。怪しいと思ってる場所。で、フィールは本当にこの世界にはいないのかな。 うん。うん。それな、フィーロー。うん。え、入ってろって言われたのはあ。 誰がここに入れたんだろうこの子を。ああ<ー>。まあ、そうなるか。うん。ああ、よかった。目に正気が。うん。いやー、あなたもちっこいけどね。 合わせてあげようよ。えなんかものすごいエジプトっぽい。うん、そうかもね。こんな遺跡怪しすぎるよ。うん。なんかあるんじゃん。足りないものとかが。それを見せる。教会みたいだな。おお、教会じゃん。 何何,穴何なのああ、さっきのあれと一緒かなうん、そうかも。うん。いや、入っても戻っちゃうとかなんじゃないあ入れないのね。 ああ。どうしたらいいのこれ。うん。なんかやらなきゃいけないことがあるのかなうん。うーん。じゃあ、壁的な感じなんだけど、 けど、ここをどうにか操作して、いや、あら、二人は、めっちゃ可愛がられてる。<laughs> うん。バグ。うん。どうすんのうん。無理やりにでも。ま、ゲームだねえぇ、ー、どういうこと 何それうん。バイオプラントの種はあ、うん。何えそこに植えてうん。 え全然わかんない。何しようとしてんのか、俺には。え、大丈夫なのえ、すんごい成長するじゃん、これ。部屋が膨らむ。うん。これしかって、どれしか。ああ、怖そうってか。うん。あーこれであれか。ここが壊れればレバー、うん。一緒に行こうよ。 早く手取ったらえ手取ったああ、えいや、ダメじゃん。いやいやいや、離れ離れになっちゃったよ。まあ、けどあれか。この行った先で会えるのかなこの子には。うーん。あ、釣り竿でああ、ナイスナイス。よかったよかった。 いやーこれでじゃあここは終わりってことですかいやーこの子よかったね。なおふみたちに会えて。えどうなったこれまた、あれか来たのか別の世界に。夜うん。成功したのかなうん。 てか、こんな植物、いつ手に入れてたっけあの、種とか。全然覚えてないんだけど。お、神社え元いた世界ってわけではないよね、きっと。これ絆の世界なのか。死生勇者の、こっちの。おーよかったねーうーん。 いや、この人がちょっと体温を感じて、その波の問題とかでね、間に立ってくれるといいけど。ああやばめっちゃ疲れたじゃん。いやーそして、ラフタリアはあれなんだね。そのまんまなんだね。ってことはレベルも変わんないのかなまた2とか。うーん。いやあ、よかったね。絆は。 で、こっちにいるんかいみんな、グラスたち、フィーローも。フィーローが心配なんだけど、一人になっちゃってて。これでこっちの世界にもいなかったらさ、どこ行っちゃったのって話じゃん。まあ、けど、これであの、今日ってやつ、これをやっつけられるのえいいよけど、それをやっつけて、また波とかが始まるんだとしたら、いや、複雑だわ。 あとこれ、ナオフミたちはこの世界でどうなんだろうね。またあれなのかな歓迎されずに嫌われちゃうみたいなパターンになるのかなあっちの世界の人間じゃん。いや、どうなるのいや、フィーロー、ほんとあなた、何してるんだろう、今。 いやー、けど今回はもう何と言ってもあれだね。ラフタイヤがちっちゃくなったこと。もうこれが僕の中で最高に嬉しかったんだけどなだからレベルが下がっちゃってるのがね。これ、もうどうにもならんのかななんか解決方法があればいいんだけどね。まあけどあと2、3話、いや4、5話くらいはちょっと <laughs> ちっちゃいままでいてほしいな フィーロとラフタリアがちっちゃ、あれだね。もうチビタリアのまんまでちょっとあってほしいね。そしてこのキズナちゃんは、まあ、これから、これ何、どういうこと、形になるかわかんないけど、まあ、ちょっとオストさんがね、亡くなっちゃったっていうのもあるし、別の世界の姿勢勇者が仲間になるとかあったらさ、だから面白いよね、別世界なのに。に はい、というわけで来週からね、今度こそ、いよいよ本格的にこの異世界のお話になるかなと思うんですけども、まあ一体どんな形になるのかね、楽しみです。というわけで皆さんの今週のエピソードに対する感想だったり、僕の歴ンに対するコメントお待ちしております。以上、動画も、達人お送りしました。バイバイ。